土木工学科である社会観光社会環境工学科というのは社会インフラまたは社会基盤と言われている我々が住んでいる都市にあるもののほとんどに関わる工学の学問の分野です。例えば今のオリンピック、例えば防災もそうですけど、防災の知識って結局は地盤だの何だの知らないとならないわけですよね。地下歩道の空間を作りたいですってなりましたね。じゃああれはどうやって作るんでしょう。上には駅前の道路が通ってるし街路もあるしといった時に答えが出せるのは地盤工学の人間、人の流れはどう考えるのか、車をどうしたらいいのか、もしくはコンパクトしたらいいのかって、そういう人と都市と物の全てを考える都市計画という学問があります。できれば技術者になって社会に出ていきたいというのがベースにはあるようです。